東院駅、東院駅は、三重県稲部郡東院町大麻山田にある、三義鉄道北西線の駅である。2005年、平成17年3月26日に六和屋駅と、北大社駅、現北大社信号場等を統合し、両駅の中間、県道142号線沿いに、新設開業したものである。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅である。 北側のホームが西桑名方面、南側が安撃方面である。ただし、異常時、列車回送時などに、ホームのどちらの線においても桑名方、安撃方、各方面への出が可能であり、桑名方、安撃方から、ホームのどちらの線にも、進入可能となっている。安全側線を有し、北税線では東駅と大泉駅の未設置。 列車行き違い時の駅構内への上下列車の同時進入が可となっている。電車の留置線が下り線上げき方に一線、ホーム南側に一線設けられており、昼間でも列車が一編成ほど留置されているのを見ることができる。このホーム南側の一線の奥には補選基地があり、保線用モーターカーが留置されている。ホームは大型の U 字ブロックの上に、 コンクリートの板を乗せただけの簡素なもので、ホーム下部に対比可能な構造となっている。当駅では、あげ方面行き列車の一部で車庫へ入庫等のため、車両取り替えを実施することがあり、車両乗り換え旅客への配慮のためホーム全長に、上屋が設けられているのが特徴である。ホーム中央に10人ほど座れる椅子が設置されている。一方、ホーム、桑中谷にはスロープが設置され、 下り線の起点側にある、校内通路踏切を介して駅舎に連絡させることにより、バリアフリーに対応させている。2階建ての駅舎が線路の南側にあって、終日、駅員が配置される。駅舎2階には乗務員宿舎等が、駅舎1階中央部分には、冷暖房付けの待合室が、駅舎1階東側部分の改札内には、トイレ、多目的トイレ乗る。 男女別の推薦式が、駅舎1階にシュガー部分に運転指令室がそれぞれ設けられている。この運転指令室では、北勢線全域の管制業務、全線の信号制御、全駅の集中監視、西桑名駅を除く、全踏切の集中し、変電所の遠方を監視、列車無線業務、風向風速計、関西線個線橋、東駅、 山田川橋梁の3カ所の監視を行っている。当駅の開業によって、従来、北大社駅で行っていた北勢戦前駅の完成業務、及び西桑名駅で行っていた、運転業務、運転士、車掌関係の原業区、近鉄時代の塩浜列車区西桑名分室は、当駅に合わせ、移設された。 全国の中小施設において、線区の運転指令所を一呼で、他駅に移設する大規模な工事を実施した事例は、珍しい。駅舎には、自動券売機、1台、自動改札機、2通路、うち1通路は、車椅子対応のワイド型、自動生産機、1台が備えられており、普通券、回数券の購入が可能な上、窓口での定期券を含んだ。 全件種の購入も可能である。案内状の乗り場番号は割り当てられていない。駅前ロータリー及び車の停車スペースが備えられ、車で駅に送ってもらい電車を利用する、キスライドが可能となっている。この駅前ロータリーには、当院町のコミュニティバスのバス停が設置されていて、バスとの結節が図られている上に、タクシー上駐スペース、1台も設けられている。 駅前ロータリーの西側には81台分、駅舎北側には43台分、合計124台分の無料駐車場が設置されており、車を駅に停めて電車を利用するパークライドも可能である。駅前ロータリーの東側には144台分、北西線の各駅の中では最大規模の無料駐輪場があるが、それ以上の利用があるためスペースが不十分で溢れている。 また、駅前広場に公衆電話が一き、駅舎入り口には郵便ポストが設置されている。駅前広場、駅舎、ホーム等の施設についてバリアフリーに対応しており、三重県が定める、三重県誰もが住みよい福祉のまちづくり推進要項、三重県バリアフリーのまちづくり推進条例の備え基準に基づいていることを示す適合症交付施設となっている。 三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。当院駅開業後の2008年、平成20年3月に、当駅駅前広場に接続し東西に伸びる町道、当院町道山田585線が、拡幅、車道1車線、車道2車線歩道整備され、駅への道路アクセスが改善された。その後2009年、平成21年3月には、 道場道は、当院長役場まで、拡幅整備された。周辺の田が原産の場合、秋に大規模なコスモス畑となる都市がある。県道14号線の鳥取東交差点付近、当駅から北西に700メートルに設置されている。1時間に1便運行されている。北大社駅と六和屋駅を統合して開業した。これに伴い北大社駅と六和屋駅は廃止された。 東院駅新設の構想は、三木鉄道が北税線の運営継承を決定する前からあり、桑名市と東院長が北税線の鉄道での存続を検討した中で、当時の北大社駅を車庫専用の信号場とした上で、西桑名駅北大社信号場を存続させるプランの中で明らかにされた。その後、北税線は西桑名駅上げ間全線を鉄道で存続させる方針となる。 このプランの中で、現在の星川駅と東院に駅のある場所に新駅を設置することが明示されていた。当時は、東院駅は、仮称、東院町役場前と呼ばれており、この後北税線の運営を引き継ぐことになる、三疑鉄が主体となって作成した、北税線リニューアル計画においてもこの仮称名で、呼ばれていたが、駅開業直前に、東院に駅と称することが決定した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。